皆様、ハイタイ。本日は泡盛の女王さんに泡盛の魅力をお伺いしたいと思います。それでは早速自己紹介をよろしくお願いします。2020年度泡盛の女王の東聖香と申します。金城のぞみと申します。ビーチあかりと申します。泡盛を飲まれて好きな方もすごい多いと思うんですけど、焼酎との違いお聞きしてもよろしいですか？泡盛と焼酎の違いは主に3つありまして、はい、1つ目が黒麹菌を使ってるっていうところで、焼酎とか日本酒は黑麹菌、白麹菌を使ってるのですが、泡盛は主に黒麹菌を使って作られています。2つ目の違いになるのが仕込みの方法になります。焼酎の場合は一旦仕込んだ一次もろみの中にさらに主原料になるお米ですとかお芋を加えたものを蒸留して行っているんですけど、泡盛の場合は全ての原料を最初に仕込んでしまって、これを蒸留する全麹一次仕込みという方法が取られています。3つ目なんですけど、フランスのボンポニ地方で作られたお酒をシャンパンと呼ぶように、はい、沖縄で作られた蒸留酒を泡盛と呼んでいます。でその目印としてこちらの味わいマークが目印になっております、ね、琉球泡盛ってついていればもう沖縄産だってもう、はい、いう仕様になるということですね、はいはい、こちらにも描かれているように泡盛の種類がすごくたくさん、はい、あると思うんですけど、銘柄は何種類ぐらい？27種相やって、銘柄はもう数えきれないぐらい各メーカーさんそれぞれに工夫して味わいとか香りを変えて作られているので、はい、聞き泡盛とかしても面白そうですね。そうですね、やっぱりまだ泡盛を飲んだことがない方もいらっしゃると思うんですけど、初めての方でも楽しめる泡盛の飲み方ってありますか？泡盛リキュールが実は種類がたくさんあって、はい、シークワーサーとか、はい、カーブチ、あと紅茶とかヨーグルトっていった種類のリキュールもあって、紅茶もあるんですね、本当に美味しくて、紅茶のリキュールだったらアイスクリームにちょっとかけて食べてもすごく美味しいです、女性にも優しい泡盛ですね。自分の好きなジュースだったりとか炭酸と割ってご自身で飲みやすいカクテルを作ってみるのもおすすめです。泡盛の量とかはもうご自身で？そうですね、やっぱり苦手な方も最初はいらっしゃると思うので、まずは少なめにしてちょっとずつ増やしていったりとか、自分で調整できるのもこういいところですね。確かにですね、そうですね、魅力ですね。最近作ってみて美味しかったものが泡盛サングリアというものなんですけど、そう、自分の好きな泡盛のお酒に果物、柑橘系のものだったり、桃だったりリンゴだったり、はい、好きな果物を入れて、でそれに泡盛を足して、はい、2日ほど冷蔵庫で寝かせると、果汁と染み込んで飲みやすさが、そのまま飲むのもありなんですけど、はい、炭酸水だったりジンジャーエールだったり、また好きな割り方で飲んでいただくと、女性でもグイグイ飲めちゃう。グイグイ飲めちゃう。習って作ってみたんですか？もうすごいなくなっちゃうよね。あれはもうみんなが飲みすぎちゃう。一気に。皆さん普段はそういった飲み方されるんですか？ソーダで割ってフルーツ入れたりして、美味しい、美味しい、見た目もね可愛いですよね。泡盛をこのお食事と一緒にたしなむ方もいらっしゃると思うんですけど、泡盛に合う料理とかって何かおすすめありますか？マンゴーとか、はい、黒糖合わせてもすごい美味しい。黒糖、黒糖、ね、ちょうど上、キキ黒糖さんとか黒糖と泡盛合うんですね。結構泡盛の甘さとこの黒糖の甘さがちょうど引き立て合うので、へー、初めて知りました。いろんな黒糖と泡盛どれが合うかテイスティングしながら探すのも面白いと思います。いろんな楽しみ方がありますね。沖縄って周りが海で囲まれているので、はい、沖縄のお魚料理と合わせていただいてほしいですね、はい、豚肉との相性もいいと言われているので、ラフテーだったり、はい、スーチカーだったり、はい、またポークなどもゴーヤチャンプルーに混ぜて一緒にいただいたりすると結構濃い味と泡盛相性が合うので進みますね。本当にあれですね、日常にもうあるお酒っていう感じですね。沖縄の私も料理に使うことが多くて、煮込む時とか豚肉とかの時にあるんですけど、飲む機会があんまりなくて、いろんなお料理と合わせてみていただきたいです。なるほど、上級者の方が楽しめるような
おすすめは酒は最初もストレートで、はい、本来の味を味わっていただいて、うん、私昨日ちょうどロックで飲みました。すごい。氷もあのグラスに3つぐらいポンポンポンって入れていただいて、はい、まあ、少しずつ飲むと氷の溶け具合によって味わいも変わってくるので、うん、すごい。この時間ですごく泡盛を好きになったというか、はい、知られてますね。この動画ご覧になってる方も多分飲んでみようって思う方が嬉しいです。飲んでください。古酒とかだと特に香りを楽しんでいただきたいので、うん、まあ、ロックとかストレートはちょっとっていう方にはやっぱりまずは水割りとかから、寒い時期にはお湯割りとかするとまた香りも引き立つので、ご自身の好きなように割って香りを楽しみながら飲んでみてほしいですね。なるほど。水割りにシークワーサーなどを入れたり、シークワーサーを固めたものを氷代わりにして、すごい、泡盛とまた炭酸で割ったりお水で割ったりしたら、そっからまた果汁も出てきますし、シークワーサーの風味感じながら味わえるので、もうすごい泡盛好きがとっても伝わるので、私も飲みたくなります。本当に最後に一人ずつ泡盛の魅力と PR をよろしくお願いいたします。泡盛の魅力は年月をかけて熟成させることで味わい香りがどんどん深みも増して変わっていくところです。ぜひクース楽しんでいただきたいです。私はもともと歴史が好きで泡盛が好きになっていきました。沖縄の歴史を感じながら飲んでいただきたいお酒でございます。泡盛はちょっと苦手だなと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、様々なアレンジ方法を発信していくので、ぜひ皆さん泡盛にチャレンジしてみてほしいです。泡盛一つで沖縄の歴史もまた沖縄の食もでまた飲み方も幅広いジャンルで楽しめるということが私も学べたので、帰ったら飲みたいなと思いました。それでは皆様、またやったー。